これを意識します、僕が。さらにとあるものを使って、とあるものを使って、バカ野郎が本当なんなんだよなんかさ、俺らほらダムの下とかで生まれたやん。生まれてねえわ、ダムの下に謝れ。ラーメン兄弟、お久しぶりです。麺屋道のことです。挨拶してください。いやいや、俺いつも挨拶してない。あ、挨拶しないんですか。しない。育ち悪いですか。あ、悪い今回ね、視聴者さんからね、ラーメン屋らしいことやってくださいと、普通にインスタントラーメン僕らでも作れると、まあね、言われたんで、ちょっとやっぱ久々カチンと来たんでさ、まあお客様ですね、お客様から、ね、が持ってきた、うん、まあ、あのインスタントラーメンさん、どれいきますか。どれいきますか。いやいや、僕がこの中で、うん、じゃあこれって言ったやつを、劇的に美味しくなる何かを。明星ですね。明星、これなんて言いますか。いや、明星よ。一文字。これ何ラーメン。塩ラーメン。函館麺屋一文字。ちょっと食べたことないです、正直。食べたことないですけど、これはね、もういいですか、発表して。いや、まだちょっと、まだやっぱ、うん、じゃあ食べる前に、はい、食べる直前にね。なるほど、はい、これ真面目だから。じゃあこれ作りましょう。これを、はい、これを意識します、僕が。さらにとあるものを使って、とあるものを使って、それは結構その家庭でもあるやつ。あ、それあんまり喋るとね、ちょっとヒントになっちゃう。家庭ではあるようにしますよ、なんとか。家庭であるものを使って、はいはい、このインスタントラーメンを劇的に美味しくすると。はい、僕プロですから。じゃあそれじゃあいきますよ。さっきなんか先週からおかしい。行くぞーとかやるんだよ。行きますよって。いやいや、今年のテーマ真面目だから。真面目だからって敬語なんだ。一文字さん作りますわよ。お嬢様や。じゃあお湯沸かしましょうかね。いや、なんか昔はこの待ってる時間がファンへのなんだ一番面白いところとか言ってましたけど、もう全く喋らないです。喋るのやめたんですか。喋るのやめました。僕もともとあれなんですよ。でもどっちかっていうと九州男児みたいな寡黙な男だったんですよ。ただこの YouTube というものを挑戦する日から自分を壊して、ね、やっぱ心と体痛めちゃったから、やっぱ心身がダメだった。心身がね、ファンサとか言いたくなかった。本当言いたくなかった。言わなければよかった。でも君がそうやって裏でこそこそファンサとかしてた。裏でこそこそファンサなんかしてないんだよ。やっぱああいうのよくない。ああいうのよくない。やっぱほうれん草の人、社会は報告連絡相談の普通なんです、うん、うるせえな、ほんと言うこと。やめてください、真面目なとこなんですよ。おいしく食べてもらいたい、この一文字さんを。僕なりにどうしたんですか。そんなんじゃなかったじゃないですか。おい、なんだこの動画。クソだな。ずっとアキラ先輩撮ってました。なんで俺撮るよ。こっち撮れや。もうやめろやめろ。もう面白こいこい。いやいや、面白さやめたんですよ。面白さやめた。もうちょっと今の登録されてる2000人の方々には本当に申し訳ないですけど、うん、僕らしくやろうかなと。でも2000人集まったのすごいと思いません。いや本当にありがとうございます、はい、やっぱある種ファンの方を裏切ってしまったと思うんですよね、うん、2年ぐらいやってやっと思い出しました。初心の気持ちを取り戻して、一文字さんをちゃんと食べようじゃないかと。大丈夫か、うん、頭打って記憶失ったんだろ。何年か前に弟にオスト狩りされてちょっと。いやいやいや、なんか2年前やねんか。ちょっと調子がそこからのダメージ。でもこの時間やっぱ無駄になるじゃないですか、こう待つの。有意義にしようと思って、なんかこう政治の話とかしませんか。やめとけよ。じゃあ何の話します。なんかお題ください。お題ください。監督からでもいいですよ。ダウンタウンの松本さん。やっぱそうきましたね。やっぱそうきましたね。言わんやん、そんなこと。松本さんにメッセージを。松本さん、うん、僕はですね、間違ってないと思います。もうやめとけよ、もうなんかいろいろな。なんじゃないよ、もう。僕がもしラーメン屋で大成したとします。すごい、はい、例えば一風堂さんとか一蘭さんみたいな、はいはいはい、地位と名声を手に入れたら、はい、ワンピースみたいな。はい、ありがとうございました。しょうがないよ、しょうがない。もうこいつなんか手に入れてなくてもファンサしてんだから。おい、ちょっと待って待って、おい止めろ。戻ってんじゃねえかよ。ファンサってなんだお前。それ失敗すぎ。おめえが来たんだよ。2ヶ月だぞ、バカ野郎が。ほんと何なんだよ。我慢できてないじゃん。あれから、ないないない。あれから若ちとご飯は行ってないよ。じゃあ他の女性とは行ってないよ。どうしたんですか。どうしたんですか。真面目に戻ってもらっていいですか。ちょっと皆さん聞いてください。監督が今回から真面目にって言うんですよ。無理っす。ちょっと頑張ってるんですよ。先週も頑張ってたでしょ。無理っす。もともと育ちも悪いやん。もう悪いの。なんかさ、俺らほらダムの下とかで生まれたやん。生まれてねえわ。ダムの下に謝れよ。やばいやつだよ。やばいやつだ。初めて聞いたよ、ダムの下で生まれた。
親父とか毎日麻雀してね。してねえよ。タバコもパスパスやってねえよ。見たことないわ。浴びよったしね。いやいや、さっき浴びてんねん。親父は謝れよ、ほんと。何やってんだ。いや、嘘しかついてねえ。やれ、ほら。もう5分だぞ、お前。これ長い。今から5分になるぞ。やってられっか、ほんと。なんかちょっと詐欺っぽくねえか、最近。最初だけ真面目みたい。これきついぞ。ほら。もう、まあ飽きたけど、俺あっち待っとくわ。黙れよ。あっちで話しおけ、二人で。お召し上がりの直前。お召し上がりの直前。え、粉末を全部直前全部直前やね、後乗せやし、火薬だけやね、普通の。おい、あいつやべえぞ、ほんと。あっちに行ったらめっちゃ喋るっす。この前もそうやったよね、マジで。ほんとうるせえ、マジで。なんで兄はあっち行ったら元気になるんだよ、ほんと。カメラ恐怖症も2年もやって見ろ、サウザーみたいな構え。なんで俺飛んだよ、あいつだろうが。いや、もうないよ、喋ること。どうしたどうしたって、なんなん今からこくんぞ。耐えられんわ、マジで。いや、その YouTube のカメラの向こう側に反射してみろ。YouTube のカメラの向こう側に反射してみろ。カメラの向こう側に反射してみろ。最近でも1000回再生結構いくっすよね。過去動画とか見よったらちょこちょこ伸びてんの。結構ちょこちょこ伸びてて、結構切り抜き動画とかにもコメントちょこちょこ来てて。いや、お前切り抜いた。いや、2年前に切り抜いたやつか。2年前に切り抜いたやつが今バズ、ちょっとちょこちょこ未だに、そう、再生されてるんですよ。いや、これアキラちゃんのパートが良かったって。俺はもうダメだって。ダメですか。だってもう結婚もしたしさ、最近こうちょっと男らしさとか磨いてないわけよ。思んなくなったんすか。思んない。しょうもない。カスよ、カスになった。俺はカスになった。灰じゃない、カスになった。灰とか贅沢よ、感じやん、かっこいいやん。俺はカスです。この前ライブ配信したら、はい、結構人来てましたね。いや、ありがとうございます。監督おらんけど携帯でしてさ。できてましたよ。いや、最初やりよったよ。で、2人でコントやりよったらさ、限定公開やけ、誰も入ってこれんとね。いや、あれ初期設定が限界公開ね。はいはいはい、だけど公開って押さないかんやったら、はいはい、うわーと思ってね。え、誰も来ないのにコントする。2人でコントやった。どうもー、メヤビシでーす。2人でコントやった。どうもー、メヤビシでーす。これやばいって。もう俺ら終わっとるって。そしたらまさかの限定公開。あー、すごい。え、限定公開にしてたらどうやって入ってくるの。その URL を先輩が教えた人だけ。あ、じゃあもうすごい人とか、はい、そのなんか多分メンバーシップ的な感じなんやな。そう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 。で、例えば、はいはい、まあ、18禁みたいな、大人だけ見てもらいたい。なるほどなるほど。もうしょうもない。そう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 。俺たちギリギリだよね、子供見てもなんかちょっと下ネタ多いしさ。下ネタ多かったっすね。でもラーメン屋の人大体エッチだよ。大体スケベです。アウト。アウト、うん、でも誰とか言えないです。この動画のタイトルは、はい、何ですか。あの、インスタントラーメンを作るときはこれを入れろっていうタイトルにしようと思うんですけど、はい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 、このままだと、はい、このままだとやばいですね。何の動画かよくわかんないですね。監督、あの、真剣味を持たせるっていうのが難しいですよ、俺らに。難しいですか。はい、まあ、さ、バズったら嬉しいかもしれないですよ、監督、うん、俺はバズるとあいつら痛い兄弟だよっていうのが世の中にどんどん広まっていくんですよ。困るんですよね。え、なんか今日すごいお客さん多かったらしいじゃないですか。一番並んでた時で20人。なんか今日家族連れが多くて。へえ。ビジネス街、ビジネス街とかの行列とは違って、なんかまあやっぱ田舎の行列って言うんですけど。あ、ファミリー層が多いってことですね。ファミリー層が多かったですよ。でもそんなことあんまないんですよ。すごいのは中学生とか並ぶんですよ。へえ。中学の時ラーメン屋とか行ききった人。いや、行ききらない。親に連れて行ってもらうと。親に連れて行ってもらって食べるって感じ。すごいなと。え、でもなんか中学生とかよく来れますよね。フードコートのラーメンとかならまだ、ね、ああそうそうそう。いや、なんかいい、まあそのね、一応なんかラーメン屋みたいな、うん、まあ、人によっては宮道怖いって言ってる人もいるんで。いや、マジマジ怖い。それは悪かった。店来たら怖いかもね。 YouTube から来たらちょっと怖いかもね。真面目に仕事するやん。はいはいはい。 YouTube が不真面目。あ、完成したんですか。来たっすか。はい、兄貴、兄貴。弟ですけど。いや、待っとったよ。マジ、お前が押せえけさ。俺が押せんじゃねえ。内容のない話しとったよ。おー、いや、透明スープ。チンタンやね、これ。これ取り出し？いや、まだあの、スープも何も入ってない。全部直前って感じ。全部直前。うん。じゃあもう入れちゃいましょうか。まず何か入れるんですか。粉末じゃない？液体でもいいけど。入れて。いや、ちょっと。俺はあの、人に作ってもらいたい。こっちは液体ね。はい。まだっすか。わがままや。あ、でも香りがすごい。あ、ほんとね。火薬が後乗せって珍しくないですか。なんかね、うん、まあまあでも最初にほらメンマとチャーシュー入ってくる、うん、あー、そういうことね。ネギか。ちょっと混ぜてもらう。はい、でも混ぜますよ。はい。あら、色が変わっちゃいますね。まずは普通に食べて、
あーもうこれこのままでも美味しそうやけどね、もう何も入れんでいいんじゃないですか監督。それは詐欺すぎません？ちょっと一回食べてみよう。一回食べてみよう、うん、じゃあ合掌、いただきます。いただきます。好きな匂いはしてるよ、うん、もうすでにこれ好きな匂いだね、うん、ちょっと舐めてたな。おお、あのね、薄そうに見えるやろ、スープ的にさ、チンタンやし。まあそうね、しっかりした味が。おいしい、これおいしい。今回当たり多いな。うん、うまい。このおいしいスタントラーメンが、とあるものを入れたらさらにおいしくなるんですね、はい、絶対家にあります。おいしいね、うん、これちょっと 甘くておいしい。甘い、うん、でもしっかり味あるね。お前好きやん。好き。じゃあここから劇的に美味しくなる。はい、お願いします、はい、え、ででんって見せんの。はい、胡椒です。早くね。大体美味しい。大体美味しい。大体美味しいね。ほら見たか。あ、見たか。なんで普通のほら塩胡椒でちょっと見るのこれだったんですか。これ家にないだろ。いや、いいんだよ、あのペッパーで。ミルの胡椒も普通にあるけど。いいんじゃないやろ。こっちはお前、金持ちのこじゃれた家の方たちだけでしょ。話できんやねんか。お前そんなフォローしなくていいんだよ。胡椒かけるうまいんだよ。じゃあちょっと胡椒かけた後のレビューお願いします。胡椒かけた後ね。あ、閉まったね。これ閉まった。いや、なんか真面目さがさっきから抜けてきてるんですけど、大丈夫っすか。あ、うまい。これちょっとね、ミルの胡椒やけ香りがちょっと強いけどね。うまい。あ、ほんとね、確かに締まる。ブラックペッパー9割のホワイトペッパー1割でしたっけ。逆やね、昔はね。でも今はホワイトペッパーだけに変えた。あ、そうなんですね。いやもういいよ、ホワイトペッパーだけで、まあ、美味しいね、これ美味しい。チョウを入れたら、うまくなる、うん、あ、うまくなります。絶対うまい。もうこれ有益性ありますね、はい、もう有益性の塊ですよ、こんなの。なんだよ、2人ともやらせみたいな顔してる。これ、今18分ぐらい撮ってますけど。やばいね。やばい。インスタで、ちょっとストーリーで発信するぐらいのレベルの内容じゃない。でもこうやって、うん、やっぱこうラーメン屋がどうやったら美味しくラーメンを食べれるかっていう発信を、はい、まあ、今後もしていければと思います。いや、あんま思わないですよ。これ以上の引き出しある？ないっすよ。もう限界っすよ。真面目に絶対ない。真面目にやんない。でも美味しいな。ごめん、胡椒はいいや。これうまい。うまいっす。これ自体がもうすごい美味しい。びっくりした。一文字。一文字。地域の名店。函館麺屋一文字やったんですよ。北海道なんすね。北海道、北海道。北海道美味しいとこ多いね。美味しいね。気づけば北海道シリーズになってますよ。先週も札幌一番味噌ラーメンだから、多分北海道でしょ。とりあえず合掌しましょう。合掌。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうする？もう締めてもらっていいですか？あ、もう締めるんですか？はい。じゃあ最後に函館麺屋一文字のファンの皆さん、愛してまーす。からのじゃんけんぽい。はい。はいはい。胡椒だ、胡椒だ。いや、多分悪そうや。せや、ほんと。あ、笑おら。はい、終わります。な、終われ。